新庄士が炸裂した11日の CS 前日記者会見に出席した2位日本ハムの新庄志監督52のっけから短期決戦監督になって戦うのは初めてなんで正直わかりゃんと噛んでしまい会場の笑いを誘うと初戦の予告先発に田中正義と守護神の名前を出すジョークももっとも 開幕投手にリリーフを抜擢した過去もある指揮官だけに、あながち嘘とも思われなかったのだろう。戸惑った司会者に、田中選手のどんなところを、と聞かれ、あ、違った。ごめんなさい、加藤、高之くんで、と言い直すと、再び会場は笑いに包まれた。赤いハートセクシーすぎる、赤いハート元日本ハム選手の美人妻が、胸元パックリ、の、超セクシー。 ドレスで表舞台に登場。おちゃらけばかりではなかった。CS で戦うサンクライロッテの吉井監督の印象を聞かれると、何をやってくるのか全く読めない、と言いつつ、でも、あまり動かないんで、こっちが動いていこうかな、と、牽制、した。その新庄監督は今季が契約最終年。続投が基本戦と見られるが、ポストシーズンで完全燃焼したら、 責任を果たしましたってなるかもしれない、と話したこともある。会見では強い口調で、日本シリーズに行けなかったら、ロッテさんに負けようが、CS ファイナルステージで、ソフトバンクさんに負けようが一緒ですね。そういう戦い方をします、ときっぱり、2年連続最下位から CS を突破し、さらに日本一達成ともなれば、ますます、完全燃焼、の条件が整わないとも限らない。 ファンはポストシーズンが終わるまで、新庄劇場にハラハラドキドキさせられそうだ。今季の躍進は、スケットのレイエスとマルティネスの活躍をなくして語れない。来季の優勝を目指す上でも欠かせない戦力だが、その二人は今オフに他球団に引き抜かれる可能性が出てきている。一体どこの球団が狙っているのか。黒丸関連記事、もっと読む。 では、それらについて詳しく報じている。